はい、今日もあなたと百姓天国、本日は1月の半ば、第3週目火曜日ですね。第3週の火曜日ということで、今日は秋風格出荷ということでね。さあ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 、はい、このオンボロの、失礼いたしました、申し訳ございません。非常にみっともないおえつを垂れ流しておりますが、あったかいあったかいあったかい、あったかいあったかいあったかい、はい、ということでね、ノコミルクで、はい、これで頑張ってね、いやいや、さあ人参取りましょう。今日はね、結構たくさん取らなきゃいけないんですね。で、百姓農園なんか、ちょっと粉雪が舞っただけでえらく軟弱じゃねえかとね、皆さんそう思ってるでしょ。はい、あれですよ皆さん、私は心優しいジジイなのでよいしょ。さあ今日はね、業務用もあるのでそこそこの量を取らなきゃいけないですね。はい、ということで頑張りましょう。いやいや、ね、雨の時の雪の時の収穫出荷はなかなかのもんでございましてね、なかなかの地獄が我々を待ち受けているわけですがね。でも言うほど降ってないな、乾いてるもんね。人差し指が痛くてね、多分なんかちょっと調子悪いんですよ。病院に行かなきゃいけない、これは行かないと多分治んないですね。まあ本当にね、いろんなところにガタが来ておりましてね、まあこれが年を取るということでしょうがございません。この辺はもうね、多分40ぐらいからずっとね、先輩たちを見てきて、俺もいつかああなるとね思ってましてやってきたのでね、とうとう自分の順番が回ってきたかという感じでございます。これはもうね、抗いようがないのでね、しょうがありませんよ。直接は何の関係もないんですけど、皆さん今のあの、なんて言ったらいいの、某大物タレントのね、なんか事件とか今週刊誌で報道されていてね、皆さんあれについてどう思われますかね。もちろんあの、なんて言ったらいいんでしょうかね、基本的には僕は関心はないしね、そうですか、世の中のそっちの世界ではそういうことが行われてますかっていう感じなんですけど、僕はね、何が言いたいかっていうと、その根っこってなんだろうっていう話なんですよね。根っこね、なんて言ったらいいのかな、まあ基本的には僕は関係がないので、で関係があることってなんだろうって話なんですよね。私たちが関係があることってなんだと思いますね。よくわからないですけど、例えばすごく大事なことっていうのはどっか密室でね決められていて、特に私のこの職業の農業って、多分ね、我々百姓はね、農家は自分のためにやってるんでね、飯食わなきゃいけないんで、でもこれは食料なのでね、その側面があるので多少こう公的なね意味合いがあるだろうとは思うわけですけど、でもそれはね、
我々個人の農家が考えることではなくてね、そうなればいいなってそれは願ってますけど、それはどっかの誰かがね考えていただいて、例えばね大根よりも人参を作ってほしいと思ったら人参の値段を上げてね、少しでもそういうふうにマーケットを作っていけばいいんでしょうけどね、まあそういうことなんだろうとは思うんですけどもね。で結論から言っちゃうと、だから関係がないじゃないですか。でもちろんね、例えばそうやってこう何かしら法に触れるようなことがね、あるとするならそれはあれなんでしょうけど、あ大きい、それに関しては全くね我々が判断することではないのであれなんですけど、でねもう一つ僕が言いたいのは、それの根っこって何ってことなんですよね。例えばそれをこう報じる、それがマスコミと呼ばれる業界の仕事だとして、これそれによってねこれだけの利益が出てと考えて、やっぱりねおかしい、僕はやっぱり根っこはゲスだなって思うんですよね。世の中にゲスな仕事っていうのはやっぱりいくつかあると思うんですよね。僕も水商売20年頃やってましたから、いわゆるそのなんていうのかな、人間のゲスさ加減というものに関しては随分見たんですよね。で若い時にずっとね20代の10年間っていうのはそういう僕も自分自身も含めてね、人間のゲスさ加減ね、いわゆる人間のその、低レベルな部分ですよね、欲望欲求、いわゆるそういうなんでしょうまあそういうものですよに関しては、僕も自分自身もそうだったけど、そういうね人間の表側に出せない世界ね、それはあるわけじゃないですかね。でそういうものってやっぱり人は向き合わなきゃいけない時は必ず来るわけですけど、それをね商売の種にしているとということってね、例えば僕らはこうやってね食べるということが職業じゃないですかね、そこに携わってる職業ね、例えばそういう寝るとね、例えば睡眠とかさ、じゃあ枕を作るとか、いろんなそういうこうね人間が必要とする欲求に応じた仕事ってあるわけじゃないですか。ある意味それってね、みんなゲスな仕事でもあるわけですよ。そうでしょう。で食べる仕事だからなんかこう交渉だとは僕は思ってなくて、まあ命に関わることであればやっぱりそれも聖なる仕事であるわけですけど、食べる仕事もね命に関わってくるので聖なる仕事の一つだとは思いますが、でもそれはね人間の欲求に関わってるっていうことで、一つやっぱりゲスだろうなとは思うんですよ。ただね、ただですよ皆さんね、そういったことをこう書き立ててね、それでこう数字が売上が上がってね、しかもそれは自分のことではなくて、例えば小説家の人ね、が自分で物語を作って、あるいはそういった世界観を作って、アニメでも映画でもいいです、それで人に支持されてね面白いと、この作品は面白いということで、それで、商売になっていくっていうのと根本的に違いますよね。あなたが何かを作ったんですかって話ですよね。何も作ってないね、何かを暴き立ててね、だとするとね、それがいかに交渉に見せかけたとしても根っこにあるものはゲスなんですよね。でそのことをやっぱり誰が知る必要があるのかって言ったら、それは作り手側ではないですよ、受け手側なんですよ、我々ですね。我々がそれはゲスですよってね、あなたのやってることはゲスですよっていうことをやっぱり言ったり、あるいは支持しないよっていうことを表明しなくてはいけないと僕は思うんですね。だから僕も民商売やってましたから、ゲスな人っていうのは一定数いるわけでしてねでそれはしょうがないですよ、それは人それぞれなので。でもそれをね、それが社会の表側に出てね、ゲスなくせにゲスでない顔をしている連中っていうのがいるということが問題なんですよ。ということは我々がそのゲスを我々も受け入れてるってことになるでしょね。だからそれが商売として成立するようになっている段階で我々の社会がゲスだってことですよね。
そしてそのことを恥ずかしいと思わなきゃいけないですよ、俺たちは。そう思いませんかって話なんですよね。だからあなたも私もゲスなんですよ。はい。だからやっぱりそういうことが、そういう根っこにあるゲスなものが商売として成立している段階で、やっぱり我々の社会のレベルの低さを物語ってますよね。粉雪ね、なんとかまで白く、なんとかなんとかで、あはー、レミオロメンの粉雪ね、いい歌ですよね。あのボーカルの人は歌が上手かった。僕はそのように思います、ね、もちろん人がどのようにね、何をどう商売やってやろうが、それは勝手ですけど、その商売のやり方に関してはね、やっぱりそれはあるだろうと思うわけですよ、ね、ひでえよなって、お前そのやり方ゲスだろってね。それで売り上げを伸ばしてですよ、それで喜んでる経営者がいてですよね、皆さんどう思います？2024年です、皆さんね、なかなか進歩しませんな、人は。私が言えた義理じゃないですけど、私ごときの百姓がね、何かを言うあれはないですけどね、これが商売としてね、なんか過去最高の売り上げになったとかね、そういうことなんですよ皆さん。逆ですよ、過去最高の、過去最低の売り上げにしなきゃいけないですよ。別に私はその大物芸能人の人を擁護するつもりは一切ないですね。だけどもそうやってね、何らかのそういうスキャンダルめいたことを狙って書いていって、その記事がね、このようにな、あの売り上げが上がっていくというのは、まさしく我々の社会がね、そういうレベルの低いものだということを物語っているのに間違いないね、ということだと思います。嘆かわしいことですよね。まあ本当にね、いいんですか本当にこの寒さの中ね。今日はとっても寒いですよね、石川県の方はもっと寒いと思いますよね。そういうことがありながらね、一方ではそういうことも起きていてね、私たちは一体ね、何を大事にして生きていかなきゃいけないんでしょうかね。はい。昨日は個人的にね、全然関係ないですけど、農業とは関係ないですけど、個人的に、ちょっとした山に登ってね、2024年の私の新たに始めた修行の旅が始まりました、ね、これは完全にプライベートなことではあるんですけどね。ブッダが生まれて2000年、ね、ブッダはこう一つ予言してるんですよ、ね、ブッダはいろんなことを、ね、予言されてお亡くなりになってますけど、2000年前かつてね、実際に実物として生きた人間だったわけですね、ブッダさんという人は、ね、その彼は2000年前にこう言ってるわけですよ、ね、私が生きて生まれてね、2000年数千年の時が経てばね、いずれ3000年って言ったかな、最初はね、3000年経てば私が、残したものはほとんど消えてなくなっているでしょうと言ってます。で1万年経てば、いいですか、1万年ですよ。だから今から、今2000年経ったから、あと8000年経った時にはね、私が残したことのかけらすら残ってないでしょうという予言を残されてます。どうですかね、え、それはそうなるわね。果たして人間はこれ進歩しとるんでしょうか皆さん、ね、私たちの社会はゲスです、ね、とても恥ずかしい社会です。よいしょ、いやー、カラスと、
だから農業がね交渉だなんていうつもりは一切ないですよね。もしかしたらね東京の真ん中行けばねそういう一部上場の会社がやってる出版社の方が全然ね格上でしょね。何を言ってるんですかと、私はここの出版社に勤めてますよ。わあそれはすごい、給料もすごいね。でも俺から言わせればね、いやいやそんな仕事で稼いでいるあんたよりかは俺はマシだぜと百姓は言いたいですね。はい、あんたそれで自分の息子や娘に誇れるのかと、あんたの仕事はね本当に誇れる仕事かと。もちろんそれは人それぞれね、あんたが誇れればいいさね、あんたが自分の子供やね、息子さんや娘さんお孫さんに誇れる仕事やってればいいなと思いますよ。私の口からはそれは何とも言いようがありませんがね、それを願うばかりです。あなたが定年退職した時に、いや俺はよくわからないそういう有名人のお尻を追っかけてね、暴き立てていい仕事したなーっていやー誇り持てるなーって思えればいいと思いますよね。それは人それぞれ、あなたの人生であなたが決めることですけれどもね。はい、百姓の上さんどうですかね、そういう仕事どうですかね。200億もらっても嫌ですよそんなものにね、私個人の感想ですが、そんなものにね俺のこの大事な人生の時間をかけてたまるかね、冗談じゃないですよね。そうですか、それで年収2000万ですかね。俺はいいですわ、こっちの方がいいですわ。この粉焼き舞う中人参掘ってた方が俺は人としての僕なりの尊厳は保てるよね。はい、僕はそう思ってます。でもそれはね人それぞれの価値観ですから。でもね我々の社会が目指す方向性はどっちですかね。こっちでしょ、こっちでしょ。俺はそう信じてますよ。だから俺はこっちに来ませんかっつってるわけですね。みんながみんな百姓にならなくていいですけどね、ゲスな仕事の方向性に行かない方が良くないですかね、と思います。別にこれは何度も言いますけど、そういうこうね、どっかの誰かをあの特定のあれをごあの守ろうとしてる、そんなことは一切ないですけど、あるいは特定の出版社がいいとかあるとかそういう話ではないですけど、全般的なこととして思うっていうね、百姓のざれ言でございますね。皆さん誇りを持てるね仕事をしましょうね。誇りが持てるかどうかはそれは人によるだろうしね、中身にもよるだろうし、そのね同じ業界の中でもね、なかなかこの農業界でも皆さんねゲスな人はいっぱいいますよいやむしろ東京の真ん中よりか田舎の方がゲスな人は多いと思うけど、田舎のゲスを言い始めたらもうね成立しませんからまあまあそんなことでございます皆さんね。動いてるとやっぱちょっと暖かくなるね。よいしょ。僕はねこうやって何がいいってね、農業が何が素晴らしいかっていうと、こうやって寒い時暑い時いろんな時ありながら、でもこうやってね汗水垂らしてこうやってやってれば、少なくとも俺はなんかこういいことやってるようなね、本当はそうじゃないかもしれない、なんとなくこうやってねいいことをやってるような雰囲気にさせてもらえるこの仕事が俺は大好きですよね。少なくとも俺は何かを誰かを裏切ってないし、自分も裏切ってないしね、もしかしたらこれをね最後あとね残り20年ないと思いますけど、最後の瞬間の時にね、ああ俺はこれやってよかったって思えるかもしれないね。俺は今これやってよかったと思ってますけどね、最後の答えが出る時にね、よかったって俺はなんとか最後までは誇りを保ってたぞと思えるかもしれないね。それは分かりませんが、
多分大丈夫だろうと思ってますけどね。だから僕は心の底からそうやってね、自分を肯定してね、そして生きていきたいなと思ってます。だからもしね、いやもうこんな仕事やりたくないよと、もうゲスすぎるよと、最悪だと思ってるんだったらね、皆さん仕事変わりましょうね。でよかったらどうですかこれこの仕事、農業、いいですよ皆さんね。え、辛いこといっぱいありますよ、鍛えられますよ皆さんね。え、辛くて苦しくてね、え、そして人間を作ってくれますよ。どうですか皆さん最高ですよ。はい、そういう意味で、はい、皆さんね、今日はこの雪が舞う中ね、今日も畑に出てる人、あなたは素晴らしいですよね。我々農業者全ての人に万歳と拍手を送ります。我々はゲスではありませんあ、なんか、あ、今一瞬聞こえた、いやいや百姓の家お前が一番ゲスだよと、はい汚なるコメントありがとうございます。それではまた。